ララポートララポート岩田建物外観の一部ララポート岩田とは静岡県岩田市にある三井不動産商業マネジメント運営のショッピングセンターである岩田志向研究の演習トヨタ PA 周辺土地区画整理事業地内にララポートとしては6施設目また静岡県発進室として2009年6月25日に開業した本施設事業地は 内閣府によって地域再生計画認定を受け、さらに全国都市再生モデル調査地区に選定の上、整備が進められ、岩田市によって工場、物流、商業施設が誘致された。また本施設の隣接地において、クアホテルによる大規模宿泊施設の建設が予定されているが、着工はしていない。本施設は鉄骨造り地下1階地上4階建て、 売り場は3層で各テナントにはオークワが運営するパレマルシェ、その他岩田たが情報発信拠点を設けたほか、3階に東方シネマズララポート岩田が入った。また、東名高速道路演習トヨタパーキングエリアに隣接し ETC 専用スマートインターチェンジからダイレクトなアプローチが可能となっている。事業者の三井不動産はプレスリリースにおいて ショッピングや飲食、エンターテインメントに対する地域の幅広いニーズに応えるとともに、施設で過ごす時間そのものの快適さ、楽しさを提供することで、地域コミュニティの核となることを目指す。と述べた。周辺には公園がある。ファッション岩田フードスタイルフードコートなど生活、趣味雑貨、服飾雑貨サービス、脱施設内に、ララポート岩田バス停があり、 30岩田天竜線が発着している。以前は岩田市バスも停車していた。自家用車利用の場合、東名高速道路、遠州トヨタスマートインターチェンジから約500メートル、岩田インターチェンジから約2キロメートル。なお遠州トヨタパーキングエリアに車を駐車してのアクセスは不可。ありがとうございます。